カールスルーエ中央駅はドイツカールスルーエにある主要鉄道駅である。駅を管理する DB ステーションサービスが区分する基準でカテゴリー1に位置する駅で各線が接続するターミナル駅として機能している。停車中のトラムトレイン最初の駅はカールスルーエマルクト広場の500メートル南側にマンハイムバーゼル線と同時に2本のプラットフォームで開業している。 開業時は1 6 0 0ト、mm、ルの後期で開業したが、歩道なくして1 4 3 5ト、mm、ルに改め消された。後に、マックスアウ、プフォルツハイム、ハイルブロン、レオポルデシュハーフェンへの鉄道路線が開業し、輸送量の増加に伴って、古い駅では対応できなくなってきた。1913年10月に、新しい駅となる、現在の駅が、 旧駅の約1キロメートル南側に設置された。第二次世界大戦中は小規模な被災を受けたが、1990年代以降に駅は大規模な改修が行われカールスルーエモデルと呼ばれるトラムトレインが導入された。また、1日に150本の長距離列車が発着している。ライズン。 サービスウントショッピングフィアテックリッシュ55.000000 000でウントビサッチャーインフォメーションアウフボンホフでアブジェローハン AM13 デトセンバー2008ありがとうございます